皆さんどうも、ドイヒーさんです。今日やるゲームはこちら、にゃんこ大戦争。なんかよくわからんステージに挑戦だ。にゃんこ党の赤ね。じゃあ適当メンバーでいっちゃおう。そんな適当で大丈夫かな。見たまにガオーはいるから。余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。まずはキリンって出てきたな。脂肪の塊。ああ勝っちゃった。早すぎ。これだったら次だって。よっちゃんよっちゃんよっちゃん。次はどんな敵が出てくる？おう、今回も脂肪の塊。ゲロシャブちゃんで瞬殺祭り、瞬殺祭り。あっという間に落ちました。まだ塔の下は簡単だね。次だって秒殺だ。次はどんな敵が出てくるのかな？ライオン、一体なんだこいつ。今虫みたいな変なやつ出てきた。しかも弱。あっという間にカチカチカチ。簡単すぎる。この調子でどんどんいっちゃうからね。ここも楽勝。あんたが大将。派手ですごいぞ、マグロの解体ショー。ここは脂肪の塊がサラサになっている。こいつはもうとんかつにしてペロリと食べている。ああまたここもそれはちょっと楽勝のショッショのショー。なかなか強いって聞いて出てこないね。出てこないまま、ここは終わりだ。そんな簡単に終わらないと思うけどね。ああワインちょっと残し出てきちゃったの。ライオンきついか。あれ全然効いてない。攻撃かわしたのかな。かわしたんじゃなくて食らっても大丈夫だったんでしょう。なんだよそんな弱いの。だったらライオンやったらやったらや。スーパーハゲ先生まで出てくんのかよ。これも負け勝って、あれ押してる結局勝ち勝って。どっちなんだよ。鬼山も出してるからもう勝ち勝って。ありがとうございます。また勝っちゃったね。ちょっと難しい、難しくなってきたか。だからといって超激レだってるし、余裕のよっちゃん89歳いればなと。大事なものをなくすなよ。こんなんだったらぶっちゃけキャラ出さなくたって勝てるんじゃないの。さすがにそれは無理でしょう。ライオンだけじゃちょっと厳しいかな。ここはおんやんま大先生よろしくお願いいたします。たくさん敵出してこないから2体攻撃でいけそうだね。やったら鬼にゃんまーって。鬼にゃんまいなくても勝てたんかい。ライオンだけで全然大丈夫そうだったね。あっという間におしまい。次も楽勝いけるでしょう。次はなんだ、クリスマスバージョンのワインちょっと残しと思いきや、持ってんのワインじゃないのか。これはクリスマスだからチキン。フライドチキン持ってるやつなんてあっという間にいけるでしょうと思ってたけども、動き止められてる。これきつ。さすがに敵も強くなってきたね。動き止められちゃうんだったらオニヤンまでいけんのかな。いけいけ頼む。オニヤンマそのまま動き止められてる。これはちょっと厳しそうじゃない。次から次へと動き止められて、ピンチピンチ取り越して、プチペチポチポンチとか言ってる場合じゃないでしょう。だけどここはもう強引に行くしかないよね。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、ここは遠距離攻撃のキャラ出せばいいのにな。そんなの関係ない、もう強引に行ったもん勝ちだ。一気に行け行け。やったー、なんとか強引に行って勝つことできました。この先不安だな。このまま行けるから大丈夫だって。さあ次はどんなやつが出てくるかな。ライオン行け、一気に倒しちゃえ。うわ、下半身ちっちゃ。お酒で酔っ払って真っ赤になった。下半身ちっちゃ。恐れてるけど大丈夫。さすがにこれは無理そうだ。頼むぞおいやんま。下半身ちっちゃ倒してくれ。だけど案外
逃げちゃいそう。やっぱり鬼ニャンマ強すぎだぜ。強すぎ強ポン一歳ポン強ポンベイビー。くにゅくも出して一気にいけいけ、ゴルシゴルシゴリラ押し出し。だけど結構押されちゃってるよ。いや鬼ニャンマならいけるはず。よしゴシチちゃんどうしたぞ。あとは鼻長じいさんだけど、小太りじいさんみたく言ってんじゃないよ。言ってませんけど。言ってなかったんかい。あっという間にゾウも倒しちゃったよ。これでおしまい。楽勝のしょしょのしょ。それじゃあ続いても楽勝ありがとうございます。まだ戦ってもいないでしょう。さすがにさっきは下半身ちっちゃが出てきて結構厳しかったから、しっかりお金を貯めていこう。ガチで戦う気満々だねと見せかけて、結局は鬼ニャンマ出していくけどね。結局全然お金貯めないのかよ。壁と鬼ニャンマで勝ち確定ありがとうございます。まだどんなやつ出てくるかわからないでしょう。どんなやつ出てきたって、いけるいける、さあ来い。なんかおじいちゃんみたいなやつ出てきたぞ。こんな見た目のやつ絶対に強いわけがない。勝ち確定って、動き止められてる。マジかよ、動き止められたらどうすることもできません。これはかなり厳しい戦いになってきた。見た目だったらどうにかしますかな。射程はどっちの方が長いんだろうね。これで動き止められちゃったらきつすぎる。いけ三笘、なんとか攻撃してくれた。三笘は大丈夫そうだ。このままどんどん動きを遅くし続けろ。あとはお金貯めて早くアフロディーテとか出したいな。もう最初からお金貯めときゃよかったよ。何やってんだよ先生。先生のせいかよ。ドイシーが早くに鬼山出すからいけないでしょ。なんとかアフロディーテ出せたよ。ミートモとアフロディーテのミートモディーテでなんとかいけるかな。ミートモディーテってなんだよ意味わからん。なかなか相手もやられてくれないな。頼むぞアフロディーテ、遠くから攻撃、遠距離攻撃、卑怯者。いつの間にかおじさん6個やられてる。よし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 、お赤いカバンも倒せたよ。頭投稿しておしまい。見たまでなんとか勝ててよかったね。最初はどうなるかと思ったよ。鬼山使えないな。たまたま射程で負けただけだから。それじゃあ続いて行ってみよう。どうやらここが最上階みたいだよ。ラスト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 終わらせてやりましょうじゃないかい。今回はもうしっかりお金貯めとこうかな。さっき苦戦してるからその方がいいかもね。っていうか悪対策しとけばもっと簡単に終わりにできるんだよね。何やってんだよ先生。なんで先生のせいになっちゃうのよ。またまた芋虫マンも出てきたよ。あいつ絶対弱いのにな。それじゃあお金貯まったからまずは見た行ってみよう。そしてガオを出しちゃえばもう勝ち確定。もっと強い敵出てくるかもしれないからまだわからないでしょ。ぶっちゃけキャッツアイでレベルも上げまくってるし相当強くなってるよ三玉ちゃん。確かに三玉ガオが強くなってるからこれは勝てちゃうのかな。そうだよ物足りないぐらいだよ。下半身ちっちゃ戦隊ぐらい出してほしいよ。戦隊は多すぎだから。アフロディーテも出しちゃいました。あとは鬼山とクニョ君も出しちゃえばいけるいける。まずは脂肪の王様倒しちゃう。豚汁で美味しくいただいちゃいました。
めちゃくちゃ出てる、クマが出てきた、なんじゃこいつは、強そうな敵出てきたよ、大丈夫、全然恐れてません、大丈夫、おならがブー、このクマ傷だらけだからもう負けまくってんでしょ、だったらカチカチカチ、負けた傷とは限らないけどね、ゴリシゴリシゴリラ押しだし、このままいけるいけるいける、相当追い込んじゃってるね、死亡の王様も倒したからねっておかわり出てくんのかい、豚汁おかわりありがとうございます、もう適当に喋りすぎだ、だけどなかなかやられてくれないな、もうこんな状況やられた方がいいけどね、だからって相手も逃げてはくれないからね、ボコボコにやられるぐらいだったら逃げて恥かいちゃった方がいいけどね、このまま強引にいけ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 、ナイスダメージャー、だけど徐々に押され出してるのか、これきつー、気をつけないとやられるよ、この状況から負けるのだけはやだ、絶対やだ、勝ちました、結局かけたんだ、にゃんこ党の赤あっさり勝利、楽勝のショッショのショー、他のにゃんこ党もあったからそれは次回頑張ってやっていこうかな、というわけで今日はここまで、それじゃあまたお会いいたしましょう、ポンポロピー、チャンネル登録よろしくお願いします。